しもし、ふと思ったのでお聞きしたいのですが、学校って通っていて意味があるんでしょうか？勉強は嫌いじゃないですし、不満があるわけじゃないんですけど、アイドルのために必要な何かを学べるわけでもないですし、トップアイドルを目指しているなら、この時間もレッスンや活動など、もっと有意義に時間を使えるんじゃないかって思ったんです。当たり前のように進学して、当たり前のように言っていますけど、必要あるのでしょうか？突然こんなこと聞かれても困りますよね。少し自分で考えてみますね。それでは、また事務所で。